皆さんこんにちは10月度の座談会拝読御所は法音省ですそれでは今月も元気に学んでいきましょう拝読語文日本内史、感度月始一円舞台に人ごとにうち無知を嫌わず一同に他事を捨てて南妙法蓮華経と唱うべしこのこといまだ広まらず一円舞台のうちに 仏の滅後2225年が間、一人も唱えず、日蓮一人、南明法蓮華経、南明法蓮華経等と、声も惜しまず唱うるなり。痛快。日本から中国、インド、全世界に至るまで、誰であれ仏法の知恵の有無に関係なく、皆、同じく他のことに構わずに、南明法蓮華経と唱えるべきである。 このことはまだ広まっていない。全世界の中で、シャクソンが亡くなってから、2225年の間、一人も唱えていない。日蓮一人だけが、何名法蓮華経、何名法蓮華経と、声も惜しまず唱えているのである。背景と大意。法音章は、賢治2年、1276年、7月。 日蓮大聖人が五十五歳の時、修学時代の兄弟弟子であり、後に大聖人に帰えした、条件坊と偽条坊を通して、亡きし同禅坊に送られた書です。本章は、日蓮大聖人が若き日の修学時代に死と仰いだ、同禅坊が死去したとの知らせを受け、墓前で読むようにとしたためられたものです。執筆時、 日蓮大聖人はすでに身延におられ、ご自身を取り巻く様々な状況を鑑み、道禅坊の墓前に行くことができない状況から、兄弟弟子たちにお手紙を託されたと言われています。道禅坊は、修学時代の死ではありますが、日蓮大聖人が立修宣言されて以降、激しい弾圧を加えてきた東条影信らなどの念仏者に屈し、 大聖人を感動し、成長時から追い出したという過去があります。その後は日蓮大聖人から商法への帰還を進められ、一旦は信心を起こしたとのことですが、最終的には改修には至らず、その一生を終えました。法恩賞は、単なる指定関係ではない複雑な事情の旧史に対して送られたものであり、その内容には、 それでも死を思う大聖人のお心が表現されています。法音賞は、日蓮大聖人が残された膨大なご著作の中でも超重要なものと位置づけられており、立正暗黒論、開目章、肝心の本尊賞、戦時章とともに、五大部の一つとされています。亡きし同禅房への追善として表されたものですが、最後まで死の幸せを願い、 正しき道を示そうとした大聖人は、これまでご自身が極めて来られた仏道修行とそこで開かれた境涯、その全てを、道全坊への言葉として表されました。大聖人は本章の冒頭で、法音こそが人として生きる上で最も根本的で、忘れてはならないものであると仰せです。そして法音することとは、仏道修行を極めることであると仰せです。 次に、釈尊が説いた法の中で最高の真実を伝えているのは法華経であることを明かされます。しかし一方で、仏教史においては、あまたの論事たちが誤った主張を繰り返し、特に法華経第一の将義を打ち立てた伝行大師の死後、敗信の弟子たちが真言宗の大日経頭が勝っているとの邪義を唱えていることを厳しく糾弾されます。 大聖人の法華経の行者としての戦いは、死恩、父母の恩、師匠の恩、三法の恩、国の恩に報じるための戦いであったと振り返られ、今末法に広まるべき法は、南明法蓮華経以外にないとご断言になります。そして釈尊滅後より、たった一人大聖人が南明法蓮華経と唱えられ、さらにこの南明法蓮華経が、 今後、未来永遠に、一切主生を救っていくとの大革新を述べられます。最後にこれまで大聖人が繰り広げられてきた、妙法愚通の孤毒がすべて、旧死同然坊へと集まっていくと仰せになり、本性を結ばれています。背読箇所の解説。日本内史感度、月史、一円舞台に、人事に、うち、 無知を嫌わず一同に他事を捨てて、南明法蓮華経と唱うべし、南明法蓮華経を唱えるべきは、一部の限られた人ではなく、全人類、そして仏法の知識の有無に関わらずであると仰せです。法華経の根本精神とは万人成仏であり、その意味で誰もが成仏する道において、場所、境外、そして知識などによる区別はないとご断言です。 ただし他事を捨ててと仰せであり、他の教にとらわれることなく、南明法蓮華経を唱えていくべきであると仰せなのです。このこと、未だ広まらず、一縁舞台のうちに、仏の滅亡2225年が間、一人も唱えず、南明法蓮華経は大聖人が現実に打ち立てられた大法です。 南明法蓮華経はシャクソンの時代からすでに門邸で表されていた真実でしたが、シャクソン滅後2225年間、具体的なものとして誰も表さなかったということです。実際には法華経を未来に伝えた先人たちも心では各地していました。しかし実際には表しませんでした。その理由について大聖人は、東大義賞の中で、南明法蓮華経は、 末法に現れる自由の菩薩に対して付属されたものであるからと仰せです。日蓮一人、南明法蓮華経、南明法蓮華経等と声も惜しまず唱うるなり。そして今末法に入り、日蓮大聖人がただお一人、南明法蓮華経を唱え始められました。これは法華経が完成してより、未曾有の大転換であり、法華経。 国上の儀式で登場する宝刀の出現と言えるでしょう。そして大聖人が南明法蓮華経を唱え始めて約800年が過ぎた今もなお、私たちはこの南明法蓮華経を現実に唱え、大聖人のご精神を継承しているのです。深掘りポイント。これから御書を検算される方のために、深掘りしていきたいポイントを確認していきます。 今回の深掘りポイントは、大聖人はどのような思いで道禅坊に法恩賞をしたためたのか、という点です。解説したように、道禅坊は、大聖人の修学時代の死であり、その観点で、死に感謝の思いを示すことは自然と言えます。ただし、大聖人と道禅坊の関係は、単なる師匠と弟子という言葉では説明できないほど複雑なものです。 立宣言時に大聖人が念仏宗を強く批判したため念仏者から命を狙われる状況となりましたが師匠の同然坊は大聖人を守りきれず結局感動という形で大聖人は成長寺を出ることになりました成長寺を出て以降は度々命を狙われるようになり小松原の法難では門下の中で死者も出てしまいます 師匠の同禅坊が大聖人には指一本触れさせまいと守り抜いていれば、状況は違ったかと想像されますが、同禅坊にはそれができませんでした。本章の中で大聖人は、恩に報いることは、畜生でもすることであり、まして人間においては絶対不変の倫理であるという趣旨の内容を語られます。そしてその法恩のために、 亡くなった後でも商法を解き聞かせようとの思いで本章をご執筆されています。御門においては、末法の御本物であるお立場から、法音の重要性と、法音のために商法を語る毅然としたご姿勢が感じられますが、大聖人のご執筆当時に思いを馳せると、法理だけではない複雑な感情があったのではないかと想像されます。12歳から成長時で教育を受け、 16歳から本格的に出家、その際の師匠が同禅坊です。まだ少年のうちから親元を離れて民衆救済への道を探求される中、その時親のように大聖人を指導したのは同禅坊だったに違いありません。以来、立衆宣言までの16年間、成長時に入ってからは20年の時を共に過ごしました。立衆宣言以降は、 道禅坊は大聖人を守ることができず感動という形で分かれますがその後やはり弟子である大聖人のことを気にかけていた道禅坊は大聖人のもとを訪れることがあったようですその際大聖人は穏便に会うべきかと思ったがあえて強く道禅坊の念仏信仰を破ししたと後に語られていますそしてついに回収することなく道禅坊は世を去りました 大聖人と同禅坊が出会ってより、本性をしたためるまでの40年以上、二人だけにしかわからない関係性と複雑な思いの工作があったことが想像されます。本性の最後で、大聖人は、この句読は、古、同禅坊の精霊の恩味に集まるべし、南明法蓮華経、南明法蓮華経、と、締めくくられています。 自分を育ててくれた恩。しかしその後の感動。尺伏するも、ついに商法を実践することなく世を去った旧死。幼き頃の使との温かな気持ちや、後年の苛立ちや、葛藤、哀れみ、悲しみなど、それらをすべて噛み締めた上での、最後の一文であり、その最後に、南明法蓮華経と祈りを捧げられています。 現代に生きる私たちにも生身の人間同士のつながりゆえに、一言で簡単に説明できるような関係性ではないことの方が多いかもしれません。家族と信仰面でどうしても分かり合えない人。同じ信仰を持っているが、考え方を理解し合えない人。かつての親友と絶好してしまった人。親に対する憎しみが消えない人。 それぞれがそれぞれに複雑な思いを抱えて生きている、これが人間であり、全員が全員と完璧に理解し合う世界は存在しないと言えるかもしれません。ただ大聖人がそうであったように、その恩師、その家族、その友ありて今、ご本尊を目の前に祈れるあなたであるなら、その人に対して一遍のお題目を送ろうとすること、 複雑な思いに無理に白黒つけるのではなく、そのままの思いを祈りに重ね合わせる、たった一遍の祈りであっても、その瞬間にその祈りは相手の心に届き、あなたに生じた物解の境外を、生命の奥深くで必ず受け取ることでしょう。法音賞の法音とは、単にお世話になった人に恩を奉ずるというだけにとどまらず、今のあなたを形作る、 全知識も悪知識も含めた全ての人々に等しく祈れる自分であるか、そのことを大聖人と同然望との関係を通して教えてくださっているのだと思います。以上、深掘りポイントを参考にしながら検算していただき、今月の座談介護書、法音章を拝読していきたいと思います。今月もまたよろしくお願いいたします。